チェース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。今日はなんと翔太のお誕生日でございます。誕生祭です。生誕祭？あ、生誕祭。誕生祭ってあんまりよ。ああ。誕生日でもこのキャラ。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。これね、どういたしまして。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、すごい邪魔。だろうね。うん、なんかね、浮いてるもん、この辺。カッパカパに浮いてるもん。これ絶対一般人の人も浮きますよ。いや、浮かないと思う。なんで？俺の、なんかでかいから。胸板が厚いから。こうやってやるけど、こうやって。はい。はい。なので、今日は翔太の 29?5。あれ、いつからそんなサバを読むの？読んでないっす。5です。ウィキペディアにも載ってます。はい。1940? 29どころじゃないですよ。1996年でございます。1996年9月8日いやいや、違う相方としてダメ。6月19日ですね。はい、ありがとうございます。このように生を受け、このように僕が召喚されました。召喚されました。召喚されました。まあ、誕生日なんでね、まあ、一番感謝をしなければいけないのはお母さん。あ、翔太を産んでくれてありがとう。テオママそうなんだ、はい、翔太がね、生まれてなかったらピースオブケーキはね、こうやってやってることもなかった。それさ、さんもそうですね。忘れてた。それはそうですよ、それはそうです。はい、ありがとうございます。なのでね、ここにいつもはないようなハッピーバースデーセレブレイト。今日からもずっとこれ置いとくんで。置いとかないです。はい、はい、今日限りでございます。え、ダメですか？ということで、本日は翔太の誕生日をグダグダとお祝いしてみよう。ありがとうございます。ありがとうございます。グダグダさは分かりません。ありがとうございます。はい、なのでね、今日は翔太の好きなものをちょっと用意したので、はい、それを食いながらやりたいと思います。はい、それでは本編の方ご覧ください。はい、ということで、はい、いろいろと用意してみました。素晴らしいですね。まずはね、こちら去年のクリスマスの時にもね、購入させていただいたチーズ屋さんで翔太の好きそうなやつの盛り合わせをちょっとご購入させていただきました。素晴らしい。翔太の好きなね、チーズのね、ザ・ブルー、うん、青いぜ。あとじゃあこちらもね、翔太の好きなシウマイ弁当。これ懐かしいですよね。うん、これ美味しいですね。はい、ありがとうございます。じゃあで、あと何回か食いにも行ってるんですけど、串揚げご用意させていただきました。もうデブの味方、揚げ物でございます。あのエビ抜きでございます。ありがとうございます。はい、分かってますね。はい、分かっております。でね、やっぱり誕生日といって忘れちゃいけないの。おじゃじゃん、おほ誕生日プレゼントでございます。すげえ、サカゼンじゃないですか。サカゼンでございます。ってことは服ですよね。はい、見てみますか。はい、かわいい、スヌーピーやないかい。ちゃんとね、サイズも分かってるっていう、うん、スヌーピーの T シャツ。はい、宇宙に飛び立つスヌーピーってことでね。どこに飛び立つんだ俺。夢に。襟付きのシャツじゃないですか。うん、襟付きのシャツが欲しいって言ってたんで。そうですね、うん、よくぞ覚えててくれました。はい、これはね、ちょっと爽やかなね、夏な感じでね。はい、うん、もうこう爽やかイケメンになっちゃいますね。イケメンかどうか。おいおい。そしてこちら短パン。うわ、うん、おっさん、あの数日前に短パンそろそろやばいっすね言ってたんで、短パンを、はい、そしてこれ底板。袋の板です、うんうんうん、以上です。以上です。3つです、はい、これはちょっと突っ込んでいいんかわかんないんですけど、うん、ちょっともう誕生日なんで突っ込ませてもらいますね。はい、袋でかくね。大きい袋とどっちにしますかって言われたんで、ちっちゃい方でっつって。いや、にしてもでかくね。もうちょいちっちゃいやつあったやん。お客様、ビニール袋で入りますけどって言われたんですけど、いや、あのこれがいいかなと思ったんで。3分の1ぐらいしか入ってないけど。うん、まあこれにね、3枚入れたっていうね。贅沢な感じ。何ですかそれは。本当ですか。サカゼンなので。サカゼン。はい、いつもお世話になっております。はい、ありがとうございます。
いや、気に入っていただけたならよかったです。いや、もう最高です。さすがセンスですね。ありがとうございます。さすがサッサンセンスでございます。ありがとうございます。ピースオブケーキ。じゃあ、食っていきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。ありがとうございます。うわ、もうシウマイ弁当、あれ以来ですね。まあね、昔動画撮り始めた、昔っつうのまだ1年経ってないんだけど、本当っすよね。初期の頃に相手が何を食うかっていうのをね、どっちが読めるかっていうやつ。え、今日読んできたんですか、ちなみに。え、今日読んできたんですか。読んできてないです。うん、うん、そこ読んでたら面白かった。ただ、あのシューマイは、シューマイ弁当は翔太好きだなと思ったんで。美味しいっすもんね。はい。で、買いに行ったら1個しかなかったんですよ。本当に。うん、うん、で、あの1時間後に入ってくるんですけどって言われたんで、1時間食品売り場ぐるぐる回ってました。うまいですか。はい。なんかすいません。あ、いえいえ、ありがとうございます。こちら、まあ、安定ですね。安定ですね、皆さんご存知の。今日は何も気にせずに食べちゃっていいんですね。はい、チーズと合わせて一緒に食べていただいてますよね。はい、うん、安定の弁償か。あんずうま。なんかね、くしゃめのね、ソース、これ普通のソースで、はい、こっちがね、茶色い方がお肉用だって。いや、そんなのあるんだ。うん、いただきます。はい、うまいっすね。うん、あ、うまっちです。多分ね、これとこれとこれが、あの招待用に買ってきたスペシャルな3本です。これ、これ、これ。うん、マジですか。うん、スペシャルなの、あとでいただこうかな。そうだ、そうたんさ、うん、これ好きじゃん。はい。これどこで買ってきたんですか。サカゼン。うはーん、こん中入ってたのね。ありがとうございます。 T シャツですね、絶対これは。この季節でロンティーはないでしょ。わかんないよ。 T シャツですね。ノースリーブかもしんない。ジャンボ。ジャンボじゃない。ありがとうございます。来た来た来た。よし、いいぞ。もうちょっとなんか出てきそうやな。まあ、あとね、これ好きかな。うずらすか。はい、あのスタンプレアで誕生日なんで。はい、よし。それもサカゼンで。サカゼン、なんでも手出すわ。どうした急に。どうした。イメージがイシちゃんだから。うん、食べ物もあれなんすか。そうそうそう、まゆー。正解。うん、多分ね、坂前さんにおいら怒られると。あ、うめえ。あれ売ってなかったっすか、モッツァレラ。あれ違う店ですもんね。あれ違う店。なんかそこのエリアが関西エリアなんですよ。あの時は何エリアなんかな。北海道。クリスマスエリアじゃない。うん、あ、まあね。うん、なんかローストチキンみたいなの売ってたじゃん。時期がね。だってイカ焼きとか落ちてる。マジか。うん、あ、大阪だったね。うん、え、どっちのイカっすか。大阪の方のイカの焼きですか。関西エリアって言いましたけど、私。あ、そうか、ごめんなさい。大阪でイカ焼き初めて食った時、うん、え、イカどこと思ったっすもんね。ああ、え、この粉もんは何って。うん、うん、え、これ縮みじゃないのと思ったっすもん。まあね、懐かしいイカ焼きもあると思うからね。うん、懐かしい、はい。タイミング。イカ焼き、イカ焼き、うん、ちょっと待ってください。これは何ですか。 T シャツっぽいですよ。イカ焼き、もうイカ焼きの話が出たから。イカ焼き、うん、T シャツ、かわいい。これ有名なやつですね。なんだっけ。シンプソンズ。シンプソン、バーツシンプソン。このね、肌触り好き。うん、ありがとうございます。なんかすいません、どんどん出てくるやん。やっぱね、もうちょっと、もうちょっとありそうなんだよな。イカ焼きの話になった。予想的にもうちょっとありそう。いや、なんかこれ掘ればいいんですね。ピースオブケーキ。あの名古屋場所今回開催されるじゃん。はい。檻を見てさ。檻？うん。はい。時を見てさ。うん。挨拶行かなきゃね。講演会の方まだ行けてないわけじゃん。そうっすね。うん。もう顔忘れられてんね。忘れるわけないじゃん。さすがに。うん。ビリケンさんが出てくるために。ほら。誰がラーメン屋？ラーメン屋ってさ、今。うん、ビリケンさんを見るたんびに。なんでやねん。あ、翔太。名古屋のビリケンさん民視。ほら、テレビでこう。あ、やばいやん。超ディスってくるやん。足の裏撫でたら幸福になれるんだよ。あ、俺手の裏撫でてくれたね。幸福。うん、あの、まずね、ここ手の裏じゃなくて手のひらだから、ね。うん。うん。YouTube の闇使っていきましょう。はい。まあね、ビリケンさん。あ、ビリケンさん、そう、ビリケンさんをね、ちょっと、ね、買ってきたんです。あ、襟付きちゃった、2枚目。うん、ありがとうございます。どうしたでしょ、これ。ちょっと金色で、ビリケンさん、どこが金入ったんだろう。これで金だったら、もうね、
メガネ変えた方がいいよ。メガネ、あ、メガネしてないから気に入れたの。ああ、そうかな。ありがとうございます。そうやったらね、あの途中に出てきた犬のやつの方がビリケンさんっぽかったです。いや、あれ肌色です。肌色ではないな。あれを着て遠目から見てると、ここに犬の刺繍がある人が、全裸でここに犬の刺繍がある人に見える。じゃあ、なんでやねん。あれですよね、ジャンボ会ったことないのに、会ったことないよ。よくディスりますね。ディスってないね、一切。あなただけですよ、ディスってんの。こういうの面識ない人、まずディスりようがないですから。あいつ、YouTube 見てると絶対、この回見てると絶対電話来ますよ。おいらの中で、フレンチブルドッグのことをあなたの地方ではジャンって呼ぶのかなっていうぐらいの認識にしかなってきないから。本当に前もニトリかなんか行ってフレンチブルドッグのさ、クッション見た瞬間に、あ、ジャンって言ってたようなね。本当にもうなんか、その地方特有の呼び方みたいになってるよ。ジャンボ言われてるぞ。おめえがな言ってんだよ。いいんすよ、俺は俺とジャンボの仲なんで。もうさ、あの隣で電話をしてる時もさ、スピーカーにしないでもらっていいですか。おもろいんだもん、あのあなたのさ、その絡み方が。なんでですか。悪意しかなくて。なんでですか。肌から聞いてると悪意しかなくて。なんでですか。あれいつも俺らの絡み方じゃん。あいつもあいつ絡んでくるんで。印象的に残った言葉は何ですか。印象的に残った言葉、ジャンボとの絡みの中で、あの乱発して、それで美容院行ったじゃないですか。で、虎ノ門あたりを通過してる時にですよ。あなたが、あ、そういえばジャンに電話してねえやって横で言い出して、電話していいっすかって言って、ジャンってどこの外人って思ったんです。で、お前今どこにいんのみたいなことを言って、で、ちょうど実家かなんか戻られたの。ああ、そうそうそう。で、お母さんかなんかに代わって、なんかお母さんに挨拶されてたじゃないですか。お母さんから、その電話元戻った瞬間に、で、何？って言われて、で、何じゃねえよ、やめたんだよ。どんな会話と思う？雑と思ったもん。あなたの説明。あいつもやろ、あいつもやろ、あいつもや。で、何ってさ、めちゃくちゃ聞こえてんのにさ、で、何って普通言わなくない？まあね。いや、合わしたいわ、じゃん。それに対して、あなたもあなたよ、本当に。さっきから、ジャンって言って、え、ジャンって外人なのかなと思いながら、でもお母さんすごい日本語うまかったし、ってことはハーフかなんかの子なのかなとか、もういろんなのがこう錯綜してたわけです。やたら日本語名詞だと思いながら。出身、尼崎。ああ、多分尼崎、うん、姫路、いや、尼崎。間違ってたごめん。それこそ電話かかってくるよ。本当に、うん、じゃあ、面白いですよね。そうそう、尼崎でさ、思い出した、これ。いや、おかしいかな。かぶらしい、かぶらしい。これ、すごいね。ヒットマンになったけど、これ大丈夫ですか。あの、ボクシングのさ、会長みたいで。山田会長。山根会長。山根会長。真似できないよね。真似しようと思ったよ、今。すげえ頭の中で探したけど、うんうん、無理と思ったね。うん、いや、だから山根会長、声をかぶってた記憶。だから、尼崎となんかこうちょっと。あの人は尼崎ですか。知らない。これだけじゃないのです。ほんとっすか。誕生日といえば、はい、何ですか。唐揚げ一番大事な。アイスクリーム惜しい。惜しい。ハーゲンダッツ惜しい。そうのバニラ。じゃあ正解を持ってこようかな。やった、ハーゲンダッツや。ハーゲンダッツじゃなかった、知らん。ドラえもん来んの。どこでもドア。マジか、欲しいっす、そりゃケーキですよね、100%。いや、60% ぐらい。いや、生洋菓子って書いてあるし、もう無理やで。開けます。ここだけ開けたい、とりあえず。よし、てってれーん、せーの、はい。じゃあ、誕生日なんで、誕生日の歌を歌いたいと思います。全力で歌ってくださいね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。あー、怖い怖い。早く早く。何？早く。え？ハッピーバースデートゥーユー。はい。
ハッピーバースデートゥーユー、なされハッピーバースデーディアショータ、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとうございます。しかも俺が一番好きなフルーツメロン、はい、メロンでございます。いただきましょう。とりあえずこれいただきますね。うん、いただきました。めちゃくちゃ砂糖菓子。なるほどね。ホワイトチョコだと思ったんですよ今。うん、どう見ても砂糖菓子だろうなと思った。パリッていこうと思ったんですよ、うん、で見て硬っと思って、最初プラスチックかなと思ったんですけどあ、違うわと思って。あー、まず誕生日のあなたから食べたい。うまっち。で、あなたが現役だった頃、現役だった頃、誕生日をお祝いするのにケーキ食べに行ったじゃないですか。でそこであなたレモン果汁を入れてちょっと色が変わるバタバタピーティー飲んでましたよね、はい、ということでそちらもご用意させていただきました。うわー、色変わりそう。これすげえ色変わりそう。何色になるのかな、これ白になるのかな。あ、食べていいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、いろいろこの辺のね、もの食べた後だったんで、おっきいサイズのケーキにするかどうか迷ったんですけど、二人だったらいいサイズです。いただきましょう。いただきます。丸ごとメロンケーキはさ、りょうくんの時使っちゃったからさ、めっちゃ軽い。え、すげえ軽いメロンが。これスポンジのやつだ。あ、メロンは、見て、中もすげえずっしり本当だ入ってる。皆さんに見せよう、中にもいっぱいスポンジというよりはシフォンケーキっぽいね。なんか軽くないですか。そんくらい軽いね、うん、うまっ、うまちー、うん、いや、めっちゃメロンっすね、中これでもかっていうくらいメロンが入ってる、うん、なんかね、上の食べなくても満足するメロン感。確かに、あのね、メロンが入りすぎてカットの仕方によっては崩れる。僕が今まで食ってきたことあるメロンケーキが、さつきのやつとハーブスのやつなんですけど、うん、それに負けてないぐらいメロン入ってます。あ、あとあれだ、丸ごとメロンのやつ。あ、はい、あれよりもメロンケーキっていうよりかは、あの側がメロン、そうで、なんかショートっていうか、いろんなミックスの、うん、フルーツケーキっぽい感じだった。あれはあれでも美味しかったですよね。 あれだよ、それがスポンジ軽かったって言ったやつ。あ、そうだっけ、うん、そっかそっか。すごいね、ペロッといったね。あれは余裕ですか。うん、飯食わないよね、ケーキ食うよ。すげえな。でも二十歳のクリスマスの時は一晩で5号と6号のホールケーキ2つ食った意味がわからん両方生クリームですか。うん、あ、クリスマスかと思った。クリスマスの映画を見てさ、映画見終わる頃全部食い終わってた。すごいな。映画って大体2時間ぐらいですよね、うん、2時間で終わったっすか。だからその前のドラマとかから見てるから 3、4時間。すごいね、ケーキモンスター、うん、ケーキモンスター。それはね、あのその一人暮らしから太るって。何キロ太ったんでしたっけ。100キロは言ってない。リアルで。いや、だって言ったら使うやん。いい、はい言ったら使うやん、はい、いいやん別に。いやです。96だっけ、8 98キロまで行ったらしいです。もう100と一緒やからね、それ。でもやっぱそこなんですよね、3桁を越す人はあのやっぱね、素質を持ってないと超えないんですよ、うんうんうん、でも超えようと思ったら超えれたっすよね。いや、超えなかったです。絶対嘘やな。超えなかったです。絶対嘘。超えなかったです。絶対できる。2キロなんてもうね、焼肉行ったらもうなりますよ。いや、2キロの壁はね、高かったね。高くね、うん、高かった高くね、高かった。全然高くね。そこから何キロ痩せますか。今の体型ですよ。ちょちょ、そのダイエットしたんですよね、言ってたじゃないですか、下って、うんうんうん、どんぐらい落としたんですか、ね、今と変わんないぐらい、うん、うん、今60ちょいぐらいですね。あのさ、おいらのさ、その体重とかいろいろさ、暴露するのやめない。本当にね、全部使います。もうさ、本当さ、そういう性格直した方がいいよ。はい、はい、これでも配置性格直した方がいい。ありがとうございます。これ何。それね、あの、とわ長相撲やん。あの、海に投げて魚捕まえる。あー、こうやって、うん、えい、捕まえた、うんうん、あ、捕まった。もう誕生日にやんないで。あ、痛い。涼しい。この生地好きなんですよ。
実はね、このズボンもね、この生地じゃあ返してもらう。なんでやねん、どういうことありがとうございます、大事に使わせていただきます。まだある？あと余ったのは持って帰ります。え、持って帰ったのか、サイズ合わないやん持って帰ってメルカリでくれ。え、メルカリに売るぐらいだったらくれ。いや、メルカリに売るんじゃない、メルカリで売るから。ああ、そっか、うん、メルカリに売ったらメルカリ単にあの死者みたいになっちゃうから。そうか、確かに、うん、もうお腹いっぱい。なんでよかったです。腹をかきながら言うなあー、まあ、お腹いっぱいじゃねえわ。いやー、うまちでしたね、はい、本当にありがとうございました。いえいえ。ということで、はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。